すっごい女子会に乾杯乾杯。はい、改めてアンさんお誕生日おめでとうございます。女優でファッションモデルのアンさんです。どうぞステージお願いします。改めまして本日のスペシャルゲストアンさんです。今日は女子会ということなんですけれども、アンさんって女子会とかされますか？そうですね、ちょっと長らく大阪に引っ越していて久しぶりに帰ってきたので、はい、この間中学校の同級生と集まって女子会鍋をしました。はい、ジョエル・ロブさん、ショーンさんにお願いをしまして、アンさんをイメージした今日お飲みいただくミオに合うオリジナルスイーツ作っていただきました。はい、こちらアンさんをイメージして作っていただきました。はい、アンズが嬉しいです。じゃあこちらですね、ちょっと召し上がっていただきたいと思いますが、はい、ではいただきます。いただきます。ではちょっとすごいです、ね、私どもも、はい、こんな、あ、柔らかい、あ、いい音してますね。パリパリして、はい、でも柔らかいっていう。いただきます。はい、召し上がってください。うん、いかがですか？私もちょっと、うん、酸味が、うん、甘みと酸味とさっぱりしててすごく美味しいです。アンズの感じはいかがですか？うん、本当な、酸味とこのパリッとしてるのは何でしょう？ダメでしょうか？何でしょうかね。アンさん、ペロリと言っちゃいました。あ、ここで言うのはごちそうさん。普段からやっぱりお飲みになりますか？だいたい毎日飲んでます。あの仕事が弱いなんかお家帰って仕事が終わって、うん、なんかお疲れ様ってちょっと一息つく時間にやっぱりお酒ってすごく助けてくれるので、あの本当にリフレッシュして、じゃあまた明日も頑張ろうって思えるような気がします。子どもの頃からお酒を飲む人にすごい憧れがあって、あのすごく大人の人たちがこう、お酒飲んで楽しそうにしてるのが素敵だなとか、あの10代の頃はバイトもしてたんですけれども、お酒もちろん飲めないので蓋の匂いとか嗅いで、これはこんなものを楽しめる大人になりたいって、こうなんか洗い物とかしながらいいなって言ってみたいな、そんな感じのことをしてました。お酒の蓋で、蓋がまずは蓋から入ったわけですね。すごい嗅いでましたね。まあ今回のような、まあ、タイトル、すっごい女子会がタイトルですが、このすっごい女子会というようなエピソードはございますか？そうですね、あのその時先日やった女子会のお鍋では、そうですね、朝、昼間の2時から集まってカフェから始まって、それからお家に行って、トランプをずっとやって、で最後お鍋で締めるっていう、すごい何時間か一緒にいたんだろうっていうぐらい、でも久しぶりに会ったのでずっとおしゃべりして終わりました。今回そのバースデーの方も、はい、あの祝っていただきましたが、今回もちろんサプライズですよね。そうですね、しかもまだあの、まあ、雑誌に載るときにはちょうどあの誕生日のタイミングになるのかなと思うんですけれども、それで多分こんなに早く祝っていただいたと思うんですけれども、あのもちろん一番先に祝っていただいたので、あの驚いたんですけれども、なんかあのケーキも2段だったので、あんなに大きなケーキをいただいたこと今までなかったので、とても嬉しかったです。